はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画。今日は、第3のビール。クリア朝日の、夏の涼みです。爽やかな口当たり、引き締まった後味、コリアンダーシード、オレンジピール使用。アルコール度数 5%。夏限定と書いてありますね。原材料が発泡酒、バグガー、ホップ、大麦、コーン、スターチ、コリアンダーシード、オレンジピールと、スピリッツ、大麦となってます。これあれだな。これは久々の、あれじゃない？当たり商品じゃない？オレンジピールってことはあれでしょ？そういう系の顔、あの味すんじゃない？あの、ペールエール的な感じの味がそう。カパール。まあ、ペールエールをものすごく薄くしたような、まあ、ものすごくって言っても、まあ、2倍ぐらいに炭酸水で薄めたような味ですね。なんだろう。薄い。で、苦くない。で、オレンジの香りがするかって言われると、まあ、するんだけど、これはオレンジなのかって言われると、まあ、オレンジ、なのかっていう味ですね。まあ、まずいかうまいかで言うと、大してうまくねえな。うまくはないですね。まあ所詮この程度かって言われるとまあなもんだね。まあ、コクが全くないのが潔いね。ここまで来ると。あの、ペールエールとかにさ、結構コクあるじゃないですか。でも、ここまで来るともう、潔がいいね。ペールエールから全くコクをなくしてしまって、で、後味が、なんか、オレンジっぽいような、なんか、苦い、オレンジの果皮を、なんか、若干舐めたような、味です。こちらが、2017年の5月の16日から期間限定発売。となっているようです。夏の食卓に合う、涼やかな味。これは、まずいな。これはまずいですね。まか、まあ、でも、まあ、うまくも。
まずいかうまいかでいくとまずい方なんだけど、なんか憎めないあのあれがあるね。爽やかさはあるんだけど、軽さはあるんだけど、クリアサヒって基本薄いじゃないですか。で、それをなんかまさに薄いんだよね。ペールエールを1ミリでも期待した俺がバカだったって。あの本当にリアルでこれぐらい、あのペールエール半分ぐらい入れて、あと全部炭酸水で埋めたような味ですね。まあそれならまだマシぐらいですね。むしろね。多分3分の1ぐらいじゃない。ペールエール3分の1入れて、あと3分の2を炭酸で割ったような、そんな味ですね。むしろこの、あの、コリアンダーシードとオレンジピールがもったいないぐらいですね。うん。無駄に使っちゃったっていうパターン。無駄ですね。そんなのに使わなくてもいいのにっていうような、この薄さとこの苦味が一切ないペールエールむしろ甘さすら感じるレベルのこの風味と、まあでもまああれじゃね？暑い日にはいいんじゃないですか？暑い日には。2333です。ご視聴ありがとうございました。